赤坂警察署南青山地域安全センター地域安全センターは日本の東京都にある警視庁の施設の一つである大阪府にも同名の施設があるが大阪府のものは以下で開設する東京都のものとは異なり地域の防犯組織の拠点として学校などに置かれる施設である2007年4月1日に警視庁は空き交番対策として 管内の交番121カ所の統廃合を実施した。閉鎖される交番のうち87カ所について土地、建物を活用し、地域安全サポーターを勤務させる形式で開設されたのが地域安全センターである。管理監督は、交番同様、設置地域の警察署が行う。交番時代の赤色表灯に代わり、青色表等を及び、 青色看板を掲げる。警察官、OBOG による地域安全サポーターが勤務し、地理案内や防犯相談などを行っている。統廃合対象のうち残り34カ所の交番については、駐在所か11カ所、警備派出所か5カ所、地元自治体に遺憾4カ所、廃止が14カ所となった。この統廃合の実施により空き交番対策は、 完了されたため、以後地域安全センターの新設は行われていないが、2008年に土地区画整理事業による廃止が発生した。地域安全センターには、パトカーと同じく白黒に塗装された自動車が提供される場合がある。地域安全センターの車両は、パトランプが赤色灯ではなく青色灯になっており、サイレンなどは搭載されておらず、緊急自動車扱いではない。 板橋区近隣や日野市近隣で走行しているのが目撃できる。なお、車両の運転は自治体が委託した警備会社やシルバー人材センターなどが行うため地域安全サポーターが運転を行うことはない。地域安全センターには警察官は勤務しておらず警察官 OB の地域安全サポーターが勤務している。これは警視庁の最古用職員であり、 地域安全センターが発足されるまでは、交番相談員として、交番で勤務していた者も,も多い。しかし、地域安全センターは、交番ではないため、被害届の受理はできず、移出届、習得届の受理や同案内、交通整理、各種相談の対応程度しかできない。地域安全サポーターは、交番相談員と類似した制服を着用し、原則として、 警察官と同様の白い自転車で移動する。交番時代の名称をそのまま用いている地域、安全センターが多いが、一部異なる名称の地域、安全センターについては、交番時代の名称を添えた。なお、各警察署における地域安全センターの項目も参照されたい。ありがとうございます。